どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、振り遅れの動画を、原因が分かったんで撮っていきたいと思うんですけども、この振り遅れがですね、皆さんゴルフで右に右にスライスをして OB とか行くミス打ったことあります？あると思うんですよで、それがほとんどの右に行く原因っていうのは振り遅れっていうクラブが間に合わないですよ、インパクトに振り遅れて、それが原因です。ただその原因っていうのが分からなかったんで、その原因が今日分かりました。その動画撮っていきます。平井弘明のワンナップゴルフ。その原因を見つけた時にこれだと思った。本当に見つけたんだ。じゃあ見つけた。左腕の加速が早すぎんの。早いんだ。いや追い越せないの。なるほど。うん、多分、こっちトール君持って、俺が右手持って一緒に振ったら、俺が追い越したいのに動かせなかったら、トール君早いよっていう。なるんだね。それで右行ってんの。そっか、追い越せなかったらそうだね。戻ってこないもんね。そう。待ってよってなるじゃん。そう。それ、本当にね、ずっとこうやって、で、右が弱いから。その余計追いつかない。そう、余計追いつかない。だから、こういう状態。はいはいはい。うん、一生帰んない。あ、それで、そう。その左の加速が気づかないで、平井がフリップをしろ、ヘッドを出せって言ってどうなるかって言ったら、こうなるから。そりゃ、ダメって言うよね。こんなことしちゃダメって。そうできないから。そうだね。うん。同じスピードで降りてきて、こうするから。むしろ俺はここで止めてんだから左で。はいはいはい。こうやって。うん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 。で、追い越したって自分で分かったら押すんだから。あれちょっと今の聞いて思ったんだけどさ、腕振ってないんだ。やべえわ。やばいっしょ。やべえわ。振ってないんだよね。振ってない。え、じゃあここに止めて、体の前正面に止めて、体の回転、肩の回転で、打って。こうだ。これに、これだから。振ってるもん、左手、俺。振ってる。左手振ってる。振ってる？だって飛ばしたいから。野球振り抜くじゃん。ああ、そうだね。で、しかもさ、プロ野球選手の素振りとか見るとさ、こうやってるもんね。こう。こうやって。あ、サークルでね。あ、そう。そう。こうやる人いないもん。いない、いない。いない。そう。いないんだ。でも、両方持ってんだったら。左手振らないんですか？振らない。みんな振ってると思うよ。そう。それで、本当に、こうやってんだ。あ、やっぱり？あ、野球になっちゃってんだ。そう。本当、本当に、これすらもないからね。もう本当に加速だけして、こうなの。だから、もちろん右頑張ってる。頑張ってんだけど、それ以上にこっちが速いから、本当に追いつかない。追い越せない。だから、こうなんないんだよね。これがないんだな。だって踏んない方がいいんだじゃん。踏んない方がいい。腕は。腕はね、そう。腕は。え、だからいつものあれでしょ？腕を振らなければ、クラブが振れるんです。そう、振れる。動くからね。やば。あ、やばいじゃん。だから、こういうことよね。ああ、いつもね。あ、ここは止めてないとヘッドが動かない。そう、それ。本気で分かったと思った。いや、でも分かる。気持ちすげえ分かる。もうね。こうなってる。なる。野球そうだもん。で、左腕がね、単独行動したら、どうなるかっていうのも分かった。何？回転しないの。できないの。あ、だから回んないんだ。そう。単独行動して回転したら、折れちゃうから。あ、へぇー。そう。だから左脇締めといて、ダウンスイングで。こういう状態？こういう状態。腕は振らないのね。振らない。で、
これができないのはこうなるから、こうなったらこれができない、うんうん、だからこうするためにこうしますっていう、うんうん、そう、それめっちゃ大事、うんうん、じゃああんま早く触れないね、触れない、だからエンジンをでかくしないとそもそものスピードが上がらない、だからこうすればヘッドスピード上がるってあるでしょ、ヘッドスピード上がる気分になる左で振ればそうでも数字として出してるのはここのスピードじゃない、うん、だからここのスピードは上がりません、あ、まあ確かに力感的にはめっちゃ振ってる感じするもんね、そう、左で振ると満足度は高い、高い満足度はねそう、ヘッドスピードは低いでしょ、低い、めっちゃ低いから、なるほどね、そう、ほんと思った、見てて、振っちゃダメなんだ、振っちゃダメだね、振るから振っちゃダメなのねえそうだよね、うん、そう、それはみんな右行くさ、そうだよね、そうだよね、うん、うん、だって見ててもそうだ、ね、やっぱりずっとこの関係のままだ、加速やめないんだから、だからこう、こういう姿勢に形にならない、でプラスこうなったとしても、うん、左手の加速が速いから、うん、こうなるの、はいはい、こうやって、うんうんうん、そうで、かぶる、そうだね、そうで左行く、そうだ、ヘッド出したら左行くって言われるそれは左腕が止まってないから、そう、出したら左行くんじゃないんだ、止まってないから左行く、そうです、ああ、出す出さないの左ではない、これめっちゃこれ本当思った、いやーそうだね、隠れ、隠れ有料級かもしれない、隠れじゃないね隠れてないね、隠れられてないね、え、でも絶対そうだね、うん、そう、もう絶対そう、だって左で止まってれば絶対追っ越せるもんね、そう、そうだな、そうなの、絶対に止まってたら追い越せるから、うん、間違いないです、え、すごいじゃん、間違いない動画撮ってきましたそれやったらゼロにはなんか、あ、とかなりすぎて追い越しちゃって、そうそうっていうのが出てきちゃう、そう、度合いの問題になってくる、うんうんうん、だから初めて調整に入れる、ああ、今のじゃあやりすぎよって、そう、ちょっと膨らましていい、うん、例えばじゃあそれが、うん、左腕をロックして伸ばして、うん、ノーコックイメージでこうやってきた方がそれがインパクトゼロがやりやすいのか、それともこうやって柔らかい感じで先端をこうやって動かした方がインパクトゼロになりやすいのかっていう風に、やり方と度合いの調整に入る、そう、そういう段階に入ってこれるの、戻せるようになったら、あ、だから好きなのやんでいい、そういうふうにこう、まあ、段階があるって、これはね、動きっていうのが意識しやすい方ってもちろんいると思う、うん、クラブの動きは見えないし、うん、感覚がまだわからないから、うん、クラブの動きよりも体の動きから入りたいっていう人ももちろんいると思う、うん、だけど、まあ、そういう方に、まあ、ちょっと、まあ、お試しとしてやってもらいたい、結果的にクラブの動きになるんですけども、今は体の動きを意識してましたっていう人はこっちの方がまあ入りやすいかもしれないので、まあ、お試しやってみてください、はい、こうちょっとこうインパクトの前、前倒し前倒しでこうこの辺でこうこうやって腕を止めるんですよね。で腕を止めたらクラブは動きはやめられないんでこうやって垂れていくんですよ。したら先にこうやってクラブがボールにまあ向かいやすくなるんで、ただこれをやるとこうやってなっちゃいけないんでしょって。ってなるんですけど、うんうん、これに遠心力かけたらこうなりますからねっていうことなんですよ。なんないんだ、そう。なんない、なれない。ない、うん、本当にこうやってしゃくりに行かないとなれないから、だからインパクトでちゃんと6時を刺そうとすれば勝手にこういう状態になるんで、それでこのまま押し返して前に出したインパクトの形、まっすぐなりやすいんで、お試しでやってみてください。今回はですね、振り遅れの原因分かっちゃいましたっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。